オレステス・デストラーデ・ククアスは、キューバ出身の元プロ野球選手、野球解説者。フィデル・カストロ当治時代のキューバで生まれ、5歳の時に、家族と共にメキシコを経由して、アメリカ合衆国に亡命した。当初は、おじの住むニューヨークに住み、英語の話せない父は、タクシー運転手、大学の教員だった母はスペイン語教師をしていたが、生活は苦しかった。このため、 9歳の時に、一家は、キューバ人亡命者のコミュニティがある、フロリダ州マイアミに移住している。マイアミで野球を始めて、フレッドマグリフラと仲良くなったが、高校時代は目立った実績を上げていない。デストラーでは野球を始めた時から右打ちだったが、元来左利きであるため、左打者に転向したことがあったものの、左投手の変化球にタイミングを崩され、 左投手の時だけ右打ちに戻すようになったことで両打ちになった。短波にあるフロリダ短期大学に進むと野球とバスケットボールに夢中になった。この間、実家から離れたことで精神的に成長したという。同行では58試合で23本塁打を放ち、フロリダ州の短期大学のシーズン記録を更新した。この活躍で注目され、 1981年にニューヨークヤンキースと契約した。しかしマイナーリーグで右足の人体断裂と骨折という重傷を負い、一時は選手生命が終わったと感じるなど、1987年9月11日のメジャーデビューまでに約8年間を要した。1988年5月30日、ヒッポリト・ペーニャとのトレードでピッツバーグパイレーツに移籍。 同年は、トリプル A のバッファロー・バイソンズで4番を務め、5月には2度の1試合、4安打、6月には4試合連続本塁打を記録している。9月11日のタイフィリーズ戦では、スティーブ・ベドロシアンから、MLB 初の本塁打を放っている。同年に、NPB の中日ドラゴンズからオファーがあったというが、まだメジャーでのプレーを希望していたため断った。 1989年は、阪神タイガース監督の村山実が獲得を、希望してデストラーデと食事までしていたが、フロントの拒否によって破断となった。その後バイソンズでプレーしていたところ、チームの手法を務めていたタイラー・バン・バークレオの不審を受けて、アメリカで選手を探していた、西武ライオンズ球団管理部長の根本ムツオがオファーを出し、外国人選手としては、 格安の年俸3250万円で入団契約を結んだ。6月7日に来日すると環境に慣れるために2軍スタートとなったが、バークレオの極度のスランプのため予定を早めて一軍に昇格し、NPB デビュー戦となった6月20日の対オリックス戦でいきなり本塁打を放った。その後10試合ほどは、 NPB への適用に苦しんだが、7月には3試合連続本塁打を記録するなど、清原和弘の故障を補う活躍を見せた。8月13日の対オリックス戦では、佐藤義則から、サヨナラ満塁本塁打を放ち、9月には打率、232ながら8本塁打、19打点で、初の月間 MVP を受賞している。 同年は83試合で32本という驚異的なペースで本塁打を量産した。打率こそ低かったものの打点は81とチャンスに強いところを見せ、シーズンを通じて出場すれば打撃タイトルも取れただろう、と球団首脳から高い評価を受けた。翌1990年はマウイ島でのキャンプに初日から参加し、日本人選手たちと全く同じ練習メニューをこなした。 しかし、このキャンプでは、ランニングの量が多く、当時 105kg あった体重が 90kg まで、しぼんでしまうのではないかと感じたというが、監督の森正明から、いいよ。必要なだけ練習したら上がってと言ってくれたという。この年は、シーズン序盤から、好調な打撃を見せた。チームが8連敗して迎えた6月16日の対、大英戦では、 同点の延長11回に山内隆則からサヨナラ三ラ本塁打を放つなどピンチを切り抜ける活躍をたびたび見せた。8月16日の対オリックス戦では左右両打席を含む3打席連続本塁打を放つなど石峰和彦や清原らを猛追して最多本塁打のタイトルを獲得し打点王との2冠に輝いている。 巨人と対戦した同年の日本シリーズでは、初戦の第一打席で、牧原博美から特大の3ランホンリーダーを放ち、シリーズの流れを引き寄せた。この打席はレーストライク3ボールになったら真ん中のストレートだけを狙うように、コーチの広野伊から指示を出されており、その通りに打ったといい、デストラーで自身、生涯最高のホームランと振り返っている。第二戦でも、 東京ドームの上段まで飛び込む、本塁打を、斉藤正樹から放つなど、2安打2打点を記録した。このシリーズで、西武は4連勝で、日本一となり、デストラーでは16打数6安打8打点の活躍で、シリーズ MVP に選出された。同年オフには、MLB の複数の球団からオファーを受けたが、西武との交渉を最優先させ、 倍増の年俸1億3000万円で契約を公開した。1991年は4月に3試合連続本塁打を放つなどチームの開幕からの連勝に貢献し、シーズンでは2年連続で最多本塁打と打点王の2冠を獲得し、同年のパリーグベストナインに指名打者として選出された。広島との同年の日本シリーズでは2年連続となる。 初戦第一打席本塁打を笹岡真嗣から放ち、第二戦では川口和久から2ン本塁打を打って、この試合唯一の打点を挙げている。1992年は初のオールスターゲームに出場し、第二戦では4番打者、第三戦では5番打者として、スタメンで起用されたが、共に4打数無安打に終わっている。同年の夏場は、 不審が続き、7月から8月にかけて22試合本塁打が出なかった。最終的には3年連続となる最多本塁打のタイトルを獲得している。ヤクルトとの同年の日本シリーズでは、第1戦で3年連続となる第1打席本塁打を含む2本塁打を岡林洋一から放った。第3戦では2安打を放ち、全7戦で、 シリーズ大記録となる8得点を記録している。シーズン終了後、MLB 新球団のフロリダ・マーリンズのスカウトとして、来日していたカルロス・ポンセから高い評価を受け、12月15日に移籍を決めた。2年契約で350万ドルプラス130、試合の出場をクリアすると、ボーナス50万ドルという契約条件だったとマイアミ・ヘラルドで報じられている。 なお金銭面も含めて西部には全く不満がなく、地元フロリダの球団でなければ MLB には復帰しなかったと語っている。地元マイアミ出身としてファンから歓迎され、同じく NPB から復帰して活躍したセシルフィルダーのような働きを期待され、1993年の開幕戦では4番一塁手を務めている。オールスターゲームまでの成績は打率。 257本類打、43打点だったが、6月にゲイリー・シェフィールドが移籍してきて、マークが分散したこともあり、夏場に復調して、シーズン通算では、チームトップの20本類だ、87打点となった。一方、同年は一塁手としてなリーグ最多の19失策を記録している。1994年は、リーグの一塁手最低の打率。 208と極度の不振に陥り、5月22日のタイカージナルス戦で大乱闘を引き起こした後、5月24日にウェーバー工事にかけられている。マーリンズでは、キューバ人コミュニティなど地元から大きな期待を受けて、プレッシャーを感じていたという。ロッドブリューアの不振もあって、任意引退選手となっていた西部への復帰も、 予想されたが、娘の病気などもあって同年中はマイナーでも、プレーせず引退を続けた。同年10月の日本シリーズ期間中に西武オーナーの、堤義明が再契約の意向を表明し、12月15日に年俸2億円で入団契約を結んでいる。翌1995年には西武に復帰したが、半年以上のブランクがあり、また明らかな体重オーバーで往年の姿には、 ほど遠かった、と、大塚康二に評されている。春季キャンプでは右膝を痛め、オープン戦が始まっても、打撃の調子は上向かなかった。42試合に出場して5本類が、20打点と期待ほどの成績を残せず、夫人との離婚や子供の養育について話し合うため、6月9日に、大談を表明した。年俸については出場した分だけの支払いで合意し、 本拠地での最終出場となった6月11日の西部球場での対ロッテ戦の試合後、ファンに別れの挨拶をしている。帰国後はタンパベデビルレイズでコミュニティ開発ディレクターを務め、タンパでヒスパニック系のコミュニティを訪問したり講演、野球教室などを行った。また、1996年には西部とデビルレイズの提携交渉にも携わっている。 1997年には東京ドームでホームラン競争に参加し、ブランクにもかかわらずホームランを打てたことで DH として復帰するためのトレーニングを一時は真剣に検討した。プロ野球マスターズリーグでは東京ドリームスでプレーし、2002から2003年には本塁打王となっている。その後は野球解説者を務め、2009年には WBC 東京ラウンドの解説のため来日している。NPB 発のスイッチヒッターでの本塁打王となるなど左右両打席から本塁打を量産し、1980年代から1990年代前半の西武黄金期で最も印象に残った外国人選手とも言われる。秋山浩二、清原和弘と構成したクリーンナップは悪度法と呼ばれ、 球団に恐れられらた日本シリーズでは3年連続で初戦の第1打席に本塁打を放つなど、勝負強さと集中力を高く評価され、ミスター・コンセントレーションとも呼ばれた。左投手に強く、特に1990年当時オリックスに在籍していた外方不満に対し、同一投手から1シーズン本塁打8本を記録している。ただし、同僚であった。 清原和弘はデストラーデにはいつも負けてたんですけど、あいつ勝負どころで全然打たないんですよ。優勝が決まって消化試合になると10本ぐらい打ったりしているんですよ、とデストラーデの勝負強さを否定している。シーズン2桁盗塁の経験が3度あるなど、走塁技術もあった。もともと一類種だったが西部では清原和弘がいたため主に指名打者としての出場が多かった。 しかし、指名打者性がない日本シリーズでのセリーグチームの本拠地で行われる試合で一塁守備についた際は、簡漫な動きが見られ、MLB 復帰後も DH 制のないなリーグでネックとなった。また1991年にスライディングの際に尾低骨を圧迫骨折し、その後は背中の痛みが取れず毎日守備につくことが困難になっていた。 1992年の日本シリーズでは左翼手としても起用されている。1989年6月20日から1992年8月5日にかけては423試合連続出場を果たしており、これはパリーグ外国人選手最長記録である。高校時代は投手もしており、1995年5月9日に、 富山市民球場アルペンスタジアムで行われた、対オリックス戦では、0から9と、リードされた8回裏にアウトから投手として登板した。高田誠に3塁打を打たれた後、トロイニーールと、藤康夫に死球を与え、結局1アウトも奪えずに降板した。監督の東尾治は、点差も離れていたのでファンサービスのつもりで登板させた、と話している。なお、デストラーで自身は、 当番には驚いたものの楽しんでいたという。投手としての当番はこれだけであるため、NPB での投手としての成績は、自責点0と投球回数0、3で、通算防御率が計算不能である。日本で対戦した投手については、野茂秀夫は NPB 最高の投手、村田長治はマウンドからオーラを感じられるほどの生きる伝説と評している。 二人とも変則的な投球フォームに加えて、フォークボールを投げるため打ちにくかったという。野本の対戦成績は79打数12アンダー、打率、151と非常に悪く、デストラーで曰く、かっこ悪いスイングで三振して帰ると、森監督から、おい、俺さん。野本には、ノーチャンスだろう。次は、オフにしてあげるよと笑って言われましたと言い、年には、 一軍ヘッドコーチの黒江幸信が代打を送ることまで考えた。ただし、コーチの広野伊佐からは、野茂のお尻に集中すれば、ボールを見極められるとアドバイスされるなど、いつも励ましてくれたといい、91年の試合で野茂から場外ホームランを打った時には荒野に感謝の気持ちを込めてハグをしたという。また野手については、 ブーマーウェールズは NPB の歴代外国人で最高の選手、秋山浩二は MLB のどの球団でも主力として活躍できると語っている。西部では毎試合前に行う長時間のミーティングが苦痛で聞き流していた。試合時間が長いことや審判の威厳や技術レベルが低い点については他の外国人選手同様に不満を感じていたが、 日本のスタイルを尊重しながら自分の持ち味を出すことを心がけたという。川崎球場や藤寺球場など古い球場も残っており、ロッカールームは悪臭もしたが落ち着いてコーヒーを飲める場所を確保して打席が回ってくるまで集中力を高めていた。日本での愛称はオーレ、カリブの怪人。アメリカでは王と呼ばれた。 物静かな風貌でメガネをかけており、初来日時は牧師のようだと評されていた。4歳年上の兄は弁護士をしており、一時は自身も同じ進路を目指していた。通訳とマンツーマンで日本語を習得し、辻初彦らと遠征先でカラオケに行くなど、積極的にチームに溶け込んだ。越冬ツバメが得意で、練習中も意味不明の歌を口ずさむ、辻と 志村健のモノマネをするなどして、チームメイトを笑わせていたという。西部時代の印象に残っている選手として、石毛博則を挙げている。デストラーでは石毛について、彼は野球感に優れていて、守備ではリーダーとして、内野手も外野手も的確な位置に動かしていましたと表し、来日3年目の時には調子に乗っていたというが、それでも石毛の言うことは聞いていたと振り返っている。 日本では本塁打を放った後にブームと叫びながら軽くステップを踏んで弓を引くようなガッツポーズをするのが有名だった。アメリカでは侮辱とも取られるためほとんどしなかったが日本ではむしろ周囲に期待され特に子供から喜ばれたため進んでいっていた。しかし解説者になってからはそのポーズを番組の締めに行うことが多かったためか。 タンパベイレーズの選手を中心にアレンジを加えたデストラーデポーズが行われている。大学でもプレーしていたバスケットボールが趣味で、フロリダマーリンズ時代は自宅のバスケットボールで毎朝シュート練習をしていた。シカゴブルズ、ニューヨークニックスとフェニックスサンズのファンで、もし身長があと10センチメートル高かったら野球ではなくバスケットボールを選んでいただろうと語っている。 デストラーでは86年から88年、90年から92年にかけて2度3年連続日本一を達成したセーブをシカゴブルズに例え、ジョーダンは史上最高のアスリートでしたが、それでも一人の力だけで3連覇はできなかったでしょう。ブルズではフィル・ジャクソンという優秀なヘッドコーチがいて、デニス・ロット・マンやスコッチ・ピッペンがジョーダンをサポートしました。ライオンズも中心には、 秋山浩二、清原和弘、そして私の悪の方がいましたが、森監督というジャクソンのような指揮官がいて、ブルズよりも優秀なサポート役の選手たちがいましたと述べている。その他の趣味として、コンピュータいじりや読書、映画鑑賞を挙げ、試合前には探偵小説などをベンチで読んでいた。また、同じサンティアーゴデクーバ出身のホセナポレスを尊敬し、 電気などナポレスにまつわる本はほぼ読破したという、ありがとうございます。